雑談。私は早くから業界に入ったため、周りは年上ばっかりでした。当然先輩や業界の先達はいるものです。でも私も年を重ねていく上で、そうやった人はどんどんいなくなってしまいました。どこで何をやってるのだろうと思うこともあります。定年のようなものはまだしも、道半ばでゲーム業界から姿を消している人も山ほどいます。もちろん行方を知らないだけの人もいっぱいいますけど、ゲーム業界に関わらずですが、仮に知っているクリエイターがいて何にも音沙汰がなくなってしまった場合、あいつは終わったーなんて言い方をしないでほしいなと思います。意外と他業種にて大成功を収めている人もいます。何らかの特許を取って大きく儲けた方や、ゲームとは関係ない業種で、先進的なことをしている方などは実際にいます。活躍が目立たなかったとしても、本人は充実した仕事を見つけている場合もありますよね。経験を重ねていけば違うことをし始めるのもまた自然なことです。むしろ同じ立場で居続ける方が普通ではないのかも。作り手がその時のお客さんやファンの望みに即したことをし続けるとは限りません。だけどそれを否定はしない方が良いですね。他のところでより望まれているかもしれませんから。それぞれの人がそれぞれの居場所を見つけて仕事に就く。そしてそれぞれの人に人生の道というのがあるわけです。誰もが自由に道を選ぶ権利を持ち、異なるステージで頑張っています。そうして過去から現在まで連なっているものだと思います。で、私はというと今のところはゲーム作ってますね。だけどこの番組も提供しています。今まではこういったことはしてなかったわけですから、これも立場を少し変えた結果と言えるかもしれませんね。